ビューをご覧の皆さん、こんにちは。僕たちがアーニャです。ボーカルの翔吾です。ギターのゆきとです。ギターの水木です。ベースの夏目です。ドラムの春です。さあ、僕らアンフィルは、4月19日にパラダイスロスト、フルアルバムリリースしました。はいはいはい、はい、そしてなんとなんと、5月17日に、1月22日に行われました新宿ブレイズのワンマンライブの DVD が発売されます。はい、2周年ワンマン。おそして、次ライブの告知になるのですが、5月12日に高田馬場エリアさんにて、取材ライブを行います。はい、久々ですね。久しぶり。はい、そしてなんと、8月19日から、アンフィル、東名阪ワンマンツアー、一席を投じるございます。はいはい、8月19日が大阪で、20日が名古屋で、9月の2日3日と、まだ高田のエリアさんで、2days 東京でございますので、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうぞ誰か喋っていいですよ。はい、今回ミキさんからいただいた、ご質問ですが、パラダイスロストに収録されているパラダイムロストの、MV の撮影暇などがあれば、順番に答えていきましょう。じゃあ水木さんから順に行きましょう。撮影暇を順番に言うんですか。暇を順番に。そんなある、はい、秘密暇なのに5個も、暇。そうですね、じゃあ僕から言いますし、はいはいはい、何ですか、なんか最初 の, あれあるじゃないですか、白い背景のところ、うん、あそこすごいなんか太陽照ってるじゃないですか、うん、でも実はあれ夜でしたみたいな、うん、あそうそれ、それ秘話だね。そう、照明でね、あそこまで昼っぽく見えるんですよ僕ら、うん、とかとかねとかまあ俺ナウの暇なら言うんですけど、どうぞあ、画面に映ってないところで水木さんが俺の足を踏んでます超踏んでくるのさっきからまあでも撮影は順調でしたね。あの俺暇あるよ。あ、どうぞどうぞ。歌詞的にさ、禁断の果実みたいな歌詞があるんですけど、はい、俺急にリンゴが欲しくなったんですよ、当日で。リンゴ欲しいなって思ってたけど、うん、なくて、そしたらカメラマンさん、もう監督さんが偶然自主的にリンゴを買ってきてくれてて、察してくれた。そうそうそう、でリンゴあって、なんすかこれって言ったら、お持ってきましたみたいな、おありがとうございますみたいなリンゴがこうみんな写って持ってるみたいな。なるほど、あれそうだね。そうそうそう、なんかありますよ、後ろの二人は。鳥かごあったじゃん。別部屋映ってないけど、別部屋。ああ鳥かごありましたっていう、気になってたって全然撮影秘話じゃないそれ夏目さんは、うん、撮影秘話、うん、まあ秘話でも何でもいいっすよ。なんか置いてある椅子、うん、とりあえず全部座って全部の箇所で俺は寝てた寝て移動して寝て移動してを繰り返して。あ、なるほどね、はい、うん、なるほど、旅人だ。こんな日はでした、はい、続いてですね、パラダイスロストのレコーディングしてたじゃないですか、うん、大変だったじゃないですか、うん、めっちゃ大変だった。なんか息抜きとかどうされてましたか皆さんは。レコーディングの息抜きの暇さえ与えられなかったでもなんか基本的に僕とゆきとさんと夏目さんは基本的にレコーディング終わるたびにお食事に行ってましたあーって言いながら、そんな生きる気を。もう寝るしかないんじゃない、うんうん、終わってビールとかは飲んだよね、俺は。そうね、なんかお酒ですか、うん、じゃあ皆さん、うんうん、お酒。でも俺レコーディング期間中はお酒も飲めないからね。どうしたんですか、みんなテンション下がって。そんな辛い過去でしたそんな辛い過去でした。覚えてないんですよ。そうですね、まあ、でもなんかもう忙しかったですね、本当に、うん、難しかった、でもそれのおかげでたくさんね、いい作品ができましてね、はい、とても良かったと思います、うん、はい、そんなこんなで、はい、以上アンフィルでした。ありがとうございました。何の拍手です。